あーちゃん、はい、サブチャンネルです。イエーイ、サブチャンネルでございます。ここはどこですか？すごい。ここはどこかというと、日野にあります、うん、高畑不動という神社です。すごいです。高畑不動は私がちっちゃい時とか小学校の時とか定期的に来ていた、うん、すごいパワースポットの神社なんですけど。これはすごいわ。ことあるごとにここに来て お祓いとか交通安全とかそういうのやってて、でちょっと最近ねになんかこう不幸なことが結構あるなって感じるのでお祓いに来ました。はい、行こう行こう。はい、めっちゃ普通に綺麗だな。どうしよう、写真家の気分なんだけど困っちゃうな。何がいた？鯉、でっかい鯉がいるのよ。行っちゃった？行った行った。こっちにもいるよ。こっちにもいる、見てごらん。こっち、こっち。あ、すごい。あ、いたいたいた。すごい、でかい。とりあえず役払いの受付だけすぐしよう。はいはい今ね、受付をしてきました、役払いの。はい、受付しました。はいやだいやね、そしたら出たんですよ、センターみたいなとこ、受付の場所から出たら、あるご家族の方が写真撮ってくださいって言ってきたんですね。しかも、なんかすごい、すいません、写真撮ってもらっていいですか感じだったの。うん、それで、あー、はい、あ、オッケーですっつって、よし写真撮りますよっつって感じで引っ込みにしてじゃ あお願いしますって携帯渡されたんですね。お、携帯渡してくるタイプね。はいはい、俺たちがインカメで撮ってあげればいいのね。オッケーっつってでインカメにしてこうやろうとしたら、なんかタタタタタってなんか神社の前に走っていって家族で、あ、じゃあここでお願いしますって言うんだよ。普通に写真をお願いしてきたのを俺らと写真撮ってくださいって勘違いしてバカはずい今。ママ、はいはいはい、私たちと一緒に撮りたいって言ってきてくれたのかと思っちゃったんですよね。うん、そしたらいやもうそう絶対そうでしょ。あの感じ、そうあの感じ絶対そうだったんですよ。そうと思った。まあでも結構あるあるそうだよね、芸能人とか。あるあるだね。いやでもこんなちゃんと食らったことなかったからさ。いや今のはかなりむずかった。かなり難しかったよね。難易度高かった。いや絶対そうと思うじゃん。今までも別にあるよ、普通の旅行者として、うん、普通の旅行スポットで写真撮ってください、うん、この写真撮ってくださいっていうのはあるよ、うん、でも今のはむずかった。今のは確実になんかこう視聴者さんっぽいテンションかなって感じだったよね、うん。あ、お魚が、もうお魚が大好きになっちゃったよポンス君は。またここに来て鯉を見ようとしています。え、今の話めちゃめちゃ恥ずかしいな。お腹痛くなっちゃった。めっちゃ恥ずかしいな、やばい。お、大きい魚。あっちもいるね。うん、あっち鯉がいる。あー鯉がいる、こっち。すごいね、いっぱいお魚がいるね。なんかこの頭のこれさ、罰ゲーム中だけどこういう神社にいるとなんか由緒正しい何かみたいに見える。確かに。ちゃんと髪セットすると普通にちょっと須田まさきがおしゃれでつけてるような感じに見えなくもない、うん、すいませんすいません須田まさきさん。めちゃめちゃ濃いから離れないじゃん。ご飯食べ行こうよ一回、うん、一回ご飯食べ行きましょう、ね、はいはい、役割終わりました。いやー、すがすがしいね。役が払われましたね。はい、僕は家内安全をお願いして、本社身体安全をお願いしました。はい、あーちゃんは薬剤場なんとか薬剤場所、うん、分かんない。綺麗だな、普通にこの辺 ね、この塔すごっ。鳳凰が出そう。はい、これね結構綺麗なんですよ、あの辺のね桜。ラッキーお花見。
こでたい焼きを食べます。イエーイ、美味しい。クリームチーズたい焼きということで、このサブちゃんは終わりです。開運をあなたに。